お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。小松島競輪 G3 ということでね、2日目と。えー、初日はね、二社団マンコロを含めてね、3連打も後輩とね、がっちりゲットということで、ね、2日目もしっかりとね、後輩と狙っていきたいと思います。えー、まずは小松島競輪400メートルバンク、直線が55.5メートルとそこそこ長いです。1着の決まり手、逃げ15、まくり24、差し60、圧倒的差し合い有利と。 二着、逃げ十六、まくり十六、差し三十五、マーク三十三。筋違いもね、徹底的に出るバンクということですので、え初日からねえ、後輩と狙ったんですけれどね、ものの見事にね、その思惑が的中したと、2位予選の方もね、えがっつりと、はいと、狙っていきます。まずは9レースメンバーを見ましょう。1番、シッチ。2番、武田。3番、新山。4番、宮越。5番、松木。6番、森山。7番、稲村。 8番9島9番橋本となっております。ラインを確認していきます。5275番の増木に2番の武田7番の稲村が固めます。9349番の橋本に3番の新山4番の宮越が固めます。1番の湿地は短期8番6番。 8番の九島に6番の森山ということで3対3対1対2ということで、まあ、変則3分線プラス1ですね。ライン先頭を走る自力型比較していきましょう。5番の。 ますぎ、バック18回、ホーム14回、逃げの決まり手が9、まくりが2、差しが0、マークが0と、まくり先行タイプですね。どうしてももう前受けさせられることが多いんで、前から下がってのかましまくりということで、7社の競輪だとね、すんなり引けるんですけどね、2車いてるだけでなかなかね、前取ってしまうとね、後ろにね、下がっていくだけで時間がかかって、その時点ではね、ジャンになっていて前がかけていてまくりになるということもよくあることです。まあ、それをね、 ジャンスギからホームにかけて力づくでね、えー、まくっていく。というのがね、まあ5番のマすぎの真骨頂と。9番の橋本、バック15回ホーム13回。逃げの決まり手が3まくりが6、差しが1マークが0と。こちらもまくり先行タイプです。1番のシッチ、バック0回ホーム0回。逃げまくりの決まり手はついておりません。差しが2のマークが4と。ここは先手ラインに乗っていて直線強襲狙いたいです。8番の 森山、バック6回、ホーム5回、逃げの決まり手が1、まくりが4、差しが0、マークが1と、えー、まくり先行タイプですね、えー。中断、しっかりと取っていないと、このクラスではしんどいかなと思います。えー、スタートはここスタート県勢かかると思うんですね。まあそうなると、まあ杉ラインがね、受けざるを得ない、5、2、7と。 とが中断1番がねまずは934ラインが逃げるんじゃないかということでこの後ろにいてるのかなとそして8番6番がね外枠引いておりますので後方からの仕掛け赤番でこれ8番6番しっかり引切ることですね イン切れば中断取りできます527にね、中途半端に突っ張られて下がってしまうようでは話にならないと。934がいて、1番は切り替えず。527が後方と。ジャンの合図とともに、934発進。そこにね、1番までしっかりついていくと。8番、6番が中段にいて、527はまくりの展開と考えましたので、まあこうなればね、9番の橋本の番手から。 3番の新山がさばいて抜け出すえ3番を本線としていきたいと思います。え、押さえの方は、まあ5番の真杉がね、もうまくり切った時ですよね。え、ここ5番から真杉でで筋違いしっかりと狙いたいと思います。まずは3番の新山からえ9番4番ラインの前後をつけまして、 えー、そこに襲いかかってくる5番のますぎということで3から9、4、5折り返し前こちらが本線ですねそして3からの抜けということで、ね、1番の湿地突っ込んでくれれば後輩道じゃないかなと8番の九島うまく中段取りができるのかということで、ね、3から1、8ですね、えー、そして8番の九島ねコース見つけて突っ込んでくるということで、ね、3から1、8ですね、えー、そして玉返しは、えー、5番のますぎのまくり一発と、えー、2番の竹田が詰め寄ってくると 9番の橋本粘りに粘る。8番の旧島コース見つけて突っ込めるのか。1番の湿地変幻自在の差し足だということで、5から2981。こちらの方で9レース狙っていきたいと思います。それでは10レースメンバーを見ていきましょう。1番大田、2番五梨、3番山岸、4番室井、5番小木原、6番桐山、7番小林、8番磯島、9番畑となっております。 ラインを確認していきましょう。194。1番の大谷、9番の畠、4番の室井が固めます。6番、2番、6番の桐山に、2番の五十嵐、3番、7番、3番の桐山に、7番の小林大輔、8番、5番、8番の磯島に、5番の荻原ということで、3対2対2対2、ライン4分線です。 ライン先頭を走る自力方比較していきましょう。1番の大田、バック8回ホーム3回、逃げの決まり手が1、まくりが9、差しが2、マークが0と、ま、ーくり一発狙っていきます。6番の桐山、バック1回ホーム1回、逃げまくり差し、マークの決まり手はついておりません。さあ、ここしっかりと動いていけるのかどうかと。3番の山岸、バック9回ホーム8回。 逃げの決まり手が1、まくりが5、差しが1、マークは0、まくり先行タイプですね、えー。しっかりとかましていくことができるのかと。8番の磯島、バック7回、ホーム8回、逃げの決まり手が2、まくりが2、差しが1、マークは0、まくり先行タイプです。まあ、ここね、えー、本格先行不在の一戦となっております。スタートはもうね、えー、194で前受けでいいですよね。2番の五十嵐がいますので、6番、2番が中段、3番、7番が後ろ中段、8番、5番は外枠引いておりますので、後方からと。 赤番で8番5番が因を切りに行きます。3番7番が切り替えて6番2番194。さあ、ここで誰が発信するんだということでね。まあ、ここはね、えー、勝負どころ逃がさずね、3番の山岸がかましてくれるんじゃないかということで、ジャンの合図とともに3番7番が 先生、8番5番がいて、6番2番194と。意外と先行争いがなくてね、えー、すんなり先行してしまえば、あとはまくり合戦ということになってしまいますので、ひょっとすると1番の大田が飛んでしまう可能性もあるということで、えー、ここはちょっとね、えー、穴目狙いから点数多くいきたいと思います。まずは3番の番手を丸7番の小林からと。 えー、押さえの方なんですけれど、8番の磯島がかましてた時ですよね、えー、5番の荻原がしっかりとね、2、えー、段掛けまで考えてということで、まずは7番から、えー、3番のね、山岸、1番の太田、8番の磯島、6番の桐山をつけて、7から3、1、8、6折り返し前、前こちらが本線です。えー、そして押さえといってもね、えー、結構つくんじゃないのかなということで、ねえー、5番の荻原から。 8番の磯島、1番の大田、6番の桐山、7番の小林ということで、5から8、1、6、7と。えー、そして、えー、ここね、えー、かなり穴から狙ってますので、一応玉返して1991、気になる方は押さえてくださいと。さあ、それでは11レースメンバーを見ていきましょう。1番青森、2番埼里、3番岡田、4番磯川、5番佐賀、6番近藤、7番佐藤、 8番岡本、9番中村となっております。ラインを確認していきましょう。5718、5番の佐賀に、7番の佐藤慎太郎、1番の青森、8番の岡本が固めます。296、2番の最左に、9番の中村、6番の近藤が回ります。4番3番、4番の磯川に、3番の岡田ということで、4対3対2、ライン3分線です。 ライン先頭を走る自力型を比較していきましょう。5番の差がバック11回ホーム8回、逃げの決まり手が4、まくりが3、差しが1、マークが1とおまくり先行タイプですね。2番の最左おバック1回ホーム2回、逃げの決まり手が0、まくりが7、差しが4、マークが2と、こちらはまくり差しということでね、まあ、得意のかましがなくなったので、ちょっとね、魅力半減かなと思います。 4番の磯川、バック10回、ホーム9回、逃げの決まり手が9、まくりが8、差しが0、マークが1と、まくり先行タイプですけれど、ここはね、一気かかに先制していただきたいなと思います。 スタートはね、ここ。まあ、5番の坂がね、どうしてもうまくりかましということでね、後ろから押さえてかけるタイプではないんですよね。前受けして下がってね、だれくつけてのね、一気の一周がましっていうところをね、したいと思いますんで、まあ、ここ前取っていくんじゃないかと。1番のね、青森がいますから取れるので、5718が前と、296が中断、4番、3番はもう後方からと。 こうなりますと、マ、ま、ー、あ、カ番で4番3番が抑えに行く、296が切り替えて5718と、まあライン4社なんでね、前受けしてても初日よりはすんなり下がれるんじゃないかなということでね、えまあジャンからホームにかけて、一気の1周が増しに行くと、5718、どこまでね、ラインでできれるかどうか、4番3番がしっかりと中断キープ、296が後方からの仕掛けと考えましたので、まあこうなればね、初日のね、 特選の伸びもね、7番の佐藤慎太郎良かったので、まあ、7番の、ね、佐藤慎太郎からね、狙っていくと。そして穴はね、はい、4番3番が逃げてた時ですよね、ここ296で中断取っていて、5番の坂のまくりに合わせて先まくり打てばね、2番の最策でいけるだろうということでね、2番の最速から狙っていきます。まずは7番の佐藤慎太郎から。 えー、5番1番、ラインの前後をつけて、えー、そこに襲いかかってくる2番の最作を、4番の磯川ということで、7から5、1、2、4、折り返し前。こちらが本戦ですね。えー、そして、えー、押さえの方は2番の最作の一発と、えー、9番の中村はラインなのでつけまして、えー、5番の佐賀が力の両立、3番の岡田突っ込んでこれるのか、えー、4番の磯川との力の両立ということで、2位から9、5、3、4。こちらの方でね、えー、11レース狙っていきたいと思います。 12レースメンバーを見ていきましょう。1番柏の、2番山賀、3番佐藤、4番土屋、5番松浦、6番峰重、7番佐々木、8番小林、9番犬伏となっております。ラインを確認していきます。9516、9番の犬伏に5番の松浦、1番の柏の、6番の峰重ということで、ね、ライン強烈ですね。824。 8番の小林に2番の山が、4番の土屋が固めます。7番3番、7番の佐々木に3番の佐藤ということで、4対3対2、ライン3分線です。 ライン先頭を走る自力型、比較していきましょう。9番の犬伏、バック12回、ホーム6回、逃げの決まり手が5、まくりが9、刺しが0、マークが0。まあ言わずと知れたスプリンターということで、ね、まくりかましで狙っていきます。まあここもライン4社なんでね、前受けしても下がってね、えー、十分かまし返しできるんじゃないかと。そして8番の小林、バック12回、ホーム12回、逃げの決まり手が3、まくりが2、刺しが2、マークは0と。えー、こちらは先行まくりで戦います。7番の佐々木、バック4回、ホーム7回、 逃げの決まい手が0、まくりが4、刺しが4、マークが1と、こちらはまくり刺しですよね。えー、しっかりと中段キープからの鋭い決め足発揮していただきたいところと。 まあスタートは一番のカシノもいますからね9516が前受け824が後ろ7番3番が後方からと赤番でしっかりとここをいで中断取りに行くべきですよね7番3番824が切り替えて9516とこうなればね824これ行くしかないだろうということでね、まあ、犬伏を出させないということで824が命かける7番3番が え中段から9516がえ後方からのまくる展開となりました。 はい。こうなりますと、まさかということでね、えー、そうなんです。2番の山川の番手まぐりまでね、えー、考えていきたいと思います。えー、そして、押さえは、まあ、普通に考えて、えー、9番の犬伏がまくって、えー、5番の松浦がちょんが足ということで、ね、まあ、5番の松浦からと。えー、ただ、犬伏もね、8番、2番の二段がきをね、外から一気にまくっていかないといけないということもあってね、ひょっとしたら9番の犬伏が売り切れてしまうなんていうこともあれば、まあ、5番の松浦かえら、は 入って何配当をつぐのということにねなる可能性もあるとまあ、そこを狙っていくと、えー、まずあ二番の山がから。 えー、5番のね、松浦、9番の犬節、一力ね、えー、こちらの方が、まあ、本線ですね。えー、そして後、あとで、まあ、8番、4番、ラインの前後をつけてということで、えー、もうここはね、えー、2位からの筋違い狙いと、意外と2992だったら後輩道じゃないかなと思うんですよね。ということで、えー、2番から5984折り返し前、こちらが本線ですね。えー、そして、2位からの抜け、7番の佐々木。あとは、5番の松浦、勘賞寺ですよね。まあ、9番の犬節が頑張ってるので、粘りに粘ると。1番の の突っ込めるのかとあとは8番の小林がえ粘りに粘っているえ7番の佐々木が突っ込んでくるということで5から9、1、8、7あこちらの方で小松島12レースは狙っていきたいとえ初日はねいい流れで終われましたので2日目もねこの流れに乗ってしっかりと小松島経理 G3 楽しんでいきたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします